田中博康は、京都府木津川市出身の元プロ野球選手、野球指導者、野球解説者、宇藤右内。ち。2020年シーズンから DNA の二軍内野守備総類コーチを務める。京都府で出生。小学2年時に、千葉県東葛飾郡湘南町へ転居したことを機に、軟式野球を始める。中学2年時の春に、 京都府木津川市木津第二中学校へ転校。ボーイズリーグの奈良スターズで野球を続けた。香川県の人生学園高等学校時代には、1.2年時に二類種として、全国高等学校野球選手権大会に出場した。2001年に、早稲田大学へ入学すると、入学直後の東京六大学野球春季リーグで、明治大学との開幕戦に、一番二類種として、 スタメンに起用された。この試合を皮切りに、4年次の周期リーグ途中まで、内野手として全試合でフルイニング出場。3年時までは、青木のりちかと1.2番、鳥谷隆史とに勇敢を組んだ。3年次の周期リーグ戦では、二類手として、ベストナインに選出。4年時には、首相を務める傍ら、卒業した鳥谷から、声優劇手の座を引き継いだ。 周期リーグの大法制大学戦で左手に支給を受けて骨折した影響で連続フルイニング出場の記録は途切れたものの在学中にはリーグ戦95試合に出場。史上24人目の通算100安打を記録した末に打率277、6本塁打、44打点という成績を残した。その一方で日本代表にも選出。二年時には 1> 第1回世界大学野球選手権2.3年時には日米大学野球選手権大会へ出場した。2004年の NPB ドラフト会議でヤクルトスワローズが自由獲得枠で田中の独占交渉権を獲得。契約金1億5000万円、年俸1500万円という最高の条件で入団した。背番号は年年は 開幕1軍入りを果たすも、出場機会を得られないまま5月限りで2軍落ちとなる。一時不調に陥るが、8月にはイースタンリーグで月間 MVP を獲得。2軍では新人ながら打率、286の成績を残した。2006年はオープン戦が絶好調で WBC で怪我をした岩村秋則の不在もあり、2番にいる種で、 初の開幕スタメンの座を掴んだが、岩村の復帰までに結果を残せず、以降は、グレックラーロッカが、本来の二類に入りポジションが開かず、二軍落ちとなった。しかし7月に、宮本深夜の怪我により開いた、遊撃手として一軍へ昇格。その後、宮本が復帰すると一時スタメンから外れるが、今度はラロッカが離脱。結果的に一軍に定着し、 公式戦初本塁打を放つなどの活躍を見せ、9月には5番でも起用された。最終的に75試合出場、打率、266、5本塁打、22打点と結果を残した。2007年はラロッカーが対談し、開幕から2類一種のレギュラーとして起用される。春先は、去年同様にオープン戦絶好調でありながら、 シーズン開幕後、ぱったり当たりが止まり平用になるが、5月、五郎には、本来の力を発揮し、レギュラーに定着した。中盤に2番にいるとして、早稲田大学時代に1.2番を組んだ1年年上の、青木と再びスワローズで1.2番を組み、8月25日には、自身初のサヨナラヒットを放つなど、チームに欠かせない戦力となった。3年目にして、 自身初の規定打席に達し、132試合に出場して打率、295、5本塁打、51打点、また、リーグ最多の51、2打、8、3塁打を記録。初のベストナインにも選出された。2008年は開幕で3アンダモーダ賞を記録すると、4試合で11、アンダを放つなど打率が急上昇。 4月終了時点で打率4割を維持していた。夏場でも3割を保ち、後半失速するも、290の高打率を残した。守備に関しても前年の8失策から半減の4失策で、守備率、995とリーグトップ、守備機会も、両、リーグトップの堅守を見せた。チームで唯一の全試合出場を果たした。一方で、 同年監督に就任した高田茂が足を使う野球を浸透させ、チームは12球団1の相当類数を残すものの、自身は4投類7投類差しの結果に終わってしまい、投類技術向上が今後の課題となった。オフには守備の評価が球団と食い違い、12球団初の契約公開保留者となった。この年の8月に開催された、 北京オリンピック野球日本代表の一時候補に名前が上がる。2009年も開幕から2類のレギュラーでスタート。当初は7番だったが、川島慶像の不審で7月からは2番に定着した。8月までは打率282と例年並みの成績を残すが、9.10月に月間打率172と失速し、打率258。 4本塁打と自己最低の成績に終わり、打撃に課題が残る年となった。ギダの成功率が高く、38ギダでリーグ最多ギダを記録した。守備では、積極的にボールに飛びつく剣手で、幾度となくチームを救い、7月10日の横浜戦では、同点の9回表 1C13 塁のピンチで2塁ライナーをジャンピングキャッチし、チームのサヨナラ勝ちにつなげた。 失策はわずか3、守備率。996は2年連続2類種部門で、リーグ最高だった。2010年は開幕当初から、打撃好調でスタートを切り、チームが貧打で低迷する中でも、打率3割を維持しチームの要として活躍。一時は、打率が自身最高となる3割2部台まで引き上げ、終盤の失速をぎない、自身初のシーズン通しての打率3割を記録した。 また、長打力の低い打者でありながら、リーグ3位の67支球を選ぶなど、選球眼の良さを発揮し、自己最高の出塁率、385を記録。守備でも、堅守の印象を強めたものの、その反面で、イージーミスも増えてしまった。2011年は、打撃面で不調が続き、打率25、252という低調な成績に終わった。 それでもリーグトップの62ギガを記録するなど、2番打者としてチームに貢献した。2012年はチームの新たな方針として1番打者に指名される。しかし、シーズン途中からラスティングスミレジアヒアコン渡る、遊兵が1番に座ることとなり、例年同率なギアとして2番に固定された。6月23日の巨人戦で通算250ギガを達成するなど、 リーグトップの40ギダを記録。通算282ギダとし、長打構造のギダ数と並び通算ギダ数は8位対に。打撃は前年の不振を払拭し、打率274を記録する。出塁率はリーグ9位の354。得点圏打率はリーグ4位の313を記録。守備率。 995を誇る堅実な守備も評価され、念願のゴールデングラブ賞を受賞。さらに5年ぶりのベストナインに輝くなど充実した1年となった。オフには新たに2年契約を結んだ。2013年は開幕から打撃不振が続き、次第に若手の山田哲人に出場機会を奪われるようになった。2軍落ちも味わい97試合の出場に止まり、 7年ぶりに100試合を下回った。打率も225に終わるなど厳しいシーズンとなった。2014年も前年後半同様山田が二塁手に固定され、主に代打での出場が多くなるが、比較的打撃が好調であったため、5月13日の読売ジャイアンツ戦では、プロ入り後初めて三塁手として起用され、同シーズン初のスタメン出場を果たした。 6月11日の東北楽天ゴールデンイーグルス、戦では、プロ入り後初めて一塁手として起用された。しかし、レギュラーをダッシュするまでには至らず、前年よりも少ない77試合の出場に終わった。シーズンオフ、翌年4月1日より5年間、自身が育った千葉県柏市の大月球、中央公園運動場野球場の愛称が、田中広康スタジアムになることが判明した。 2015年は、出場機会を増やすために、外野手として、スタメンで出場することもあった。82試合に出場したが、打撃不振に陥り打率。201に終わった。オフには、FA 宣言の上で残留した。2016年は、スタメン出場は、ほとんどなく主に代打要員での出場となるが、同じ、右打者の荒木隆弘、西浦忠し通る、飯原誉氏。 福森厚などが活躍していたため、出場は31試合に止まった。球団から指導者転向の打診を受けたが、本人が現役続行を希望したため、10月7日に戦力外通告を受けた。11月12日に行われる12球団、合同トライアウトへの参加手続きを済ませていたが、当日になって参加を見送った。12月2日付で NPB から、 自由契約選手として講じ。DNA 時代2016年11月14日に横浜 DNA ベイスターズが田中の入団を発表した。背番号は67で、推定年俸は一軍最低保障額の1500万円。また、先にチームに在籍していた同性の田中健次郎投手がユニフォームのセネームを田中から軽田中に変更したため、 ヒロヤスのセネームにはイニシャルでの区別をせずに、田中を使用した。ただし、ケンジロウと区別する目的で、スコアボードや報道では、ヤクルト時代に続いて、田中広史という表記が用いられた。2017年には、移籍1年目ながら、6番二塁手で開幕スタメンを勝ち取ると、1軍公式戦の出場試合数が、前年の31から66に倍増。 7月8日の対中日戦で1軍公式戦、通算戦ワンダーを達成したり、1軍公式戦で2年振りの本塁打を放ったり、するなどの活躍で、チームの19年ぶりに本シリーズ進出に貢献した。2018年には、1軍公式戦31試合の出場で、打率、188、3打点にとどまった。ただし、5月上旬に、 シーズン初の出場選手登録を果たしてからは、一軍での日本人最年長選手として、アレックス・ラミレス監督から、ダックアウトキャプテンに任命。一軍への帯同中には、若手選手ばかりか、チームキャプテンのつつ吉友にもアドバイスを送る、権限が認められていた。10月3日に、自身二度目の戦力外通告を受けると、同月16日に球団を通して、引退を発表した。 12月2日に NPB から自由契約選手として講じ。引退発表直後の2018年10月27日には、アベマ TV の U-23 野球ワールドカップ日本 VS ベネズエラ中継で解説者デビューを果たす。一方で、ツイッター上に公式アカウントを開設。後に、学生野球資格の回復に向けて講習会を受講するから、 マネジメントを学ぶ目的で、早稲田大学大学院修士課程の入学試験を受験した。2019年2月5日付で、日本学生野球協会から学生野球資格回復の資格を認定。同協会に加盟する大学、高校の公式野球部での指導が可能になったため、プロ入り前に在籍していた早稲田大学野球部のコーチとして、同部 OB で、 NPBMLB 投手出身の小宮山、悟る新監督を補佐することも発表された。なお、就任の前には、早稲田大学大学院の入学試験に合格。同年4月以降は、大学院の修士課程に通いながら、野球部で、主に守備や走塁を指導していた。その一方で、ヤクルトと DNA の OB として、富士テレビ1の野球解説者としても活動。同月からは、 文化放送平日早朝の生ワイド番組7級で横浜 DNA コーチ就任までの約半年間各週月曜日のパートナーを務めた2019年11月30日付で早稲田大学野球部のコーチを退任2020年3月早稲田大学大学院スポーツ科学研究科修士課程を終了修士論文 日本プロ野球とメジャーリーグベースボールにおける GM の比較は優秀論文賞を受賞した。2020年シーズンからは古巣の DNA で2軍内野守備走塁コーチを務める。背番号は97。バッティングフォームヤクルトファンを交渉する作家の村上春樹はヤクルト時代の田中についてその独特の構えを猫の尻尾ぶりバットと表現しエッセイなどで激励していた。 田中からの礼状をきっかけに往復書簡を交わし、引退前の2018年シーズンも開幕前にエールを受けていた。2010年より、自身が育った千葉県柏市にて、同志、阿鼻子市、白石の三市の少年野球チームが集まる大会、田中広安カップを主催している。野球を通して、少年少女たちがより多くの仲間と出会い、 交流を深め心身のバランスの取れた良き、社会人として成長できるよう、そして生涯にわたって、スポーツを愛好し、周りの人への感謝の気持ちを、いつまでも大切にすることを目的としている。2015年4月1日より5年間、同大会開催球場の大月球中央公園、運動場野球場の愛称が、田中広康スタジアムとなる。これは、 同志からの命名権購入以来に本人が答えたものによる DNA に移籍後に背番号67を選んだ理由はヤクルト時代に,に勇敢を組んでいた尊敬する先輩の宮本信也がつけていた6番と田中がヤクルト時代につけていた7番を共につけてプレーしたいという田中の立っての思いからであり DNA 入団が決まってから球団に67番が空いているかを 直接尋ねたほどだという。ちなみに遺跡沖に作られた応援歌は世界の恋人のアレンジバージョンである。前述したように、早稲田大学の学生時代には3年次まで1年先輩の鳥谷隆人とに勇敢を組んでいた。鳥谷は田中より1年早く NPB ドラフト会議の自由獲得枠で2004年に阪神へ入団。田中が DNA に在籍していた2017年9月8日には、甲子園球場の阪神対 DNA 戦で、NPB1 軍公式戦2000アンダーを達成した。田中自身はこの試合に出場していなかったが、DNA のベンチに入っていたため、達成の直後には DNA9 を代表して、鳥谷に記念の花束を渡した。田中によれば、シーズン序盤に横浜スタジアムで模された、 DNA 対阪神戦で鳥谷と会った際に2000アンダーを達成したら花束を渡すことを直々に約束していたという。現役時代に在籍していた NPB の球団では同性の選手とチームメイトになったことからスコアボードや報道では田中広史という表記が一貫して用いられた。現役引退後に野球解説者としてレギュラーで出演する番組のみ記載。 ありがとうございます。